皆さんこんにちは、まいこです。よろしくお願いいたします。本日もはい、なんか天気がね良くなって嬉しいですね最近そんな話をしちゃいました。はい、では早速いきます。ですね、コメントありがとうございます。コンプレックスを丸ごと認めて愛そうってよく言うけど、難しい日もあったりするんですよね。自分自身にたくさん優しい言葉をかけてあげたいと思いますっていうコメントありがとうございました。すごいわかります。なんかね、このね、認めて、コンプレックスを丸ごと認めて愛そうっていう言葉があると思うんですけど、なんかなかなかね難しいなって感じる時ありますよね。なんかすごいよくわかります。で、なんか私が最近思うことなんですけど、気持ちってね、結構例えば晴れの日だったら自然とは晴れだとかこう気持ちが明るくなるし、雨が降ってる日が例えば2週間続いてたら、あーなんか雨だな、嫌だなって思っちゃったりしますよね。私するんですよ。どうですかで、でコンプレックスに対してもなんか似てるところが私は個人的にあるのかなと思って、要はこの顔の、例えば私で言うと傷跡のある方ばかりを見て、目が本当はこういう目なのになとか、傷があって縫い目だらけだなとか、こうその物事ばかりに気づいたら思考がフォーカス、ずっとそこばっかり考えすぎてしまって、なんかこうあーって思っちゃうって、すごい普通で当たり前なんじゃないのかなって思うんですよね。そうで、なんか丸ごと認めて愛そうって時が、なんかできない時があるって当たり前だよなって、そんな日があっても全然いいやっていう風に、なんか丸ごと愛せないって感じてる自分のことも、なんかそんな自分でもいいなって、それでもいいよってこうなんかしてあげると、なんか心が私はほっとします。なんかもしよかったらやってみてください。はい、でなんかね、あとはね、毎朝やっぱり新しい自分になってるっていう意識もすごい私いいなと思ってて、こう目が覚めた時に、このね、目で見えてる顔丸いなとか、ほっぺがな、お肉がなとかなんかそういうところ、目がなとかっていうよりも、パッとこういろんなものを外して、目をつぶっててもいいんですよ。だから極論で、なんか私の存在が可愛いみたいな、もう可愛いに決まってる、私が幸せになれるに決まってる、なんかこの私が幸せになれる、そんな人生があるに決まってるみたいな、よしみたいな。でね、今日一日この私自身が、なんかこの私のね存在が、こうコンプレックスとか欠点とか、こうそういう部分を、そういう部分があっても、それよりもこっちを見る存在が素敵なんだよとか、生きてることがもう素晴らしいとか、なんかそんな気持ちをメインにする練習ってすごいなんか大事だな、結局って、なんか日々改めて思ってるんですけど、皆さんどうですかはい、なのでね、なんかこうコンプレックスがあってもいいと思うし、欠点があるなんて普通だと思うんですよ。そう思うんだけど、それがあったとしても、私は幸せに生きる、私はなんか笑って生きたいなとか、なんかこう本当はどう生きたいのかっていうことに日々思考をね、見る場所を変えていく練習をなんか私はしているのかなって感じています。なんかね、そうすることによって、なんか私はこれはなんか素晴らしいいい点だなと思うのは、私と出会った人、要は私が出会う人に対しても、こう私自身がその相手のいいところを見ることにつながっていくと思うんですよね。その人の、やっぱり人って360度から見渡せるとしたら、たった一度だけ、この範囲、例えばなんかね、こうぐるーっと360度あるとしたら、そのたった一度の部分だけでも、
あ、いいかもとか、あ、素敵かもとか、なんか、あ、可愛らしいなとか、なんかいいなとか、そんなたった一度の部分を見れてれば、すべてなんか物事って、人生、自分の人生を良くしていける視点だなって最近改めて思ってるんですよね。そうなんです。だからね、なんか皆さん一緒にこう、日々自分自身になんか優しい言葉をかけてあげながら、なんかこう、かわいいよ、大丈夫だよ、こんな私が幸せになるに決まってるよ、大丈夫、なんかそんな気持ちに最初はなってなかったとしても、自分を鼓舞するっていうんですか、応援する、前も言いましたね、なんかそんな言葉をなんかねかけてあげることを私も日々なんか楽しむようにしています。うん、一緒にだからなんかこれを見てくださっている方とはなんかお互いね、なんかコンプレックスあるよねみたいな欠点もあるよねみたいな、だけどなんかこんなね、私たちそれぞれいい面もあれば誰かから見たら悪い面もある、そんな部分が両方あって一人の人間になってるのかなと思うので、なんかどんな時もなんか素敵なところとかいいところとか、そういう部分を人生の中でね、長い人生の中で見てあげられる自分でいたいなと思って生きてみてますだからこれを見てる皆さんも一緒になんかそんな気持ちでね、この自分の命を大切に楽しく、そして周りの大切な人と幸せに生きていくためになんか生きていけたらいいななんてことを思いました。コメントいただいたおかげでより私も思いました。はい、なんか今日もなんかコンプレックスだったりとか欠点に目が向いちゃってグッとしてる気持ちになってる方がいらっしゃったら、なんかそんな方をね、私もすごく気持ちがわかるし、でもなんかその皆様がなんかますますね幸せに明るい人生になっていくことを、私も自分にも対してもなんですけど応援してますので、そんなメッセージを今日も送りたくなりました。はい、ありがとうございました。あとね、なんかこう自分にね、毎日メイクが苦痛の作業だったんですがってコメントくださってる方もいて、ありがとうございます、本当に嬉しいです。なんかすごいわかるんですよね、なんかね長くなっちゃうんですけど私も毎日メイクが辛くってね、なんか泣いてた日があったんですよ、ある日鏡見るじゃないですかね、なんで私ってこんな顔なんだって言って、もう涙が出てきちゃって、ファンデーション塗ってももう全然進まなかったんですけど、なんかねすごい気持ちがわかります。はい、すごいわかるのなんだけど、やっぱりこうね、そんな自分も含めて可愛い、大丈夫、大好きだよっていうね、そんな気持ちで、そんな気持ちをね優勢にするっていうんですか、劣勢をつけるとしたら順番、そんな自分をちょっとでも上にしちゃうの気持ちでそうすると本当にそのでもそんな自分が幸せになるんだぞーって、可愛いんだもーんとかね、なんかちょっと最初は空でもいいんですけど、なんかそんな風に思っていくと本当になんかその気持ちに勢いづいてきて、人も変わったりとか本当に私はしてきたので、なんかぜひ皆さん私たち一緒にお互いねより楽しい人生を生きていけるような、なんか新発見があったらなんか逆に教えてほしいですし、なんか私も私で良ければなんかそんなことをお話これからもしていきたいと思います。まとまりが悪いですが、本日もありがとうございました。今日も素敵な皆さん一日になりますように。かわいいよありがとうございました。また投稿します。